サンディ・コーファックス、サンフォード・コーファックス、サンフォード・コーファックス、1935年12月30日隊は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身の元プロ野球選手。現在は、MLB のロサンゼルス・ドジャースで、スペシャルアドバイザーを務めている。左投げ右打ち。ニックネームは、ザ・レフト・アーム・オブ・ゴッド、ニューヨーク州ブルックリンで、 ユダヤ教徒の家庭に生まれる。出生時の名前はサンフォード・ブラウン、サンフォード・ブロウンだったが、3歳の時に両親が離婚し、母親が弁護士のアール・コーファックスと再婚したため、コーファックスの姓を名乗るようになった。彼は現役引退直後に出版した辞伝の中で、私が父と呼ぶのはアール・コーファックスのみであると明言している。少年時代から、 抜群の運動神経に恵まれ、当時はバスケットボールが得意であった。新ティ大学からバスケットボールで奨学金を得て進学する。大学ではバスケット、野球の両方をプレイしていたが、君の投げる球はものすごく速い。野球に将来をかけてみないか、と地元のブルックリンドジャースに説かれ、12月13日に契約する。当時の規定により、 契約から2年間はメジャーに登録されなければならなかったため、マイナーリーグで腕を磨く機会を失う。6月8日に故障者リストからロースター入りし、代わりに外されたのは後の名称トミーラソーダだった。6月24日のミルウォーキーブレイブス戦でメジャーデビュー。8月27日のシンシナティレッドレックス戦ではにアンダ14奪三振でメジャー初完投。 初完封勝利を挙げた。チームがロサンゼルスに移転したは11勝11敗を記録したが、防御率4.48、リーグワースト2位の105球、リーグワーストの17冒頭だった。は、8月31日のサンフランシスコジャイアンツ戦で、当時の MLB 大記録となる1試合18、脱三振を記録するなどリーグくらいの173、脱三振。チームは、 ブレーブスと同率で並び、プレイオフを制して移転後初のリーグ優勝。シカゴホワイトソックスとのワールドシリーズでは、第5戦に先発し、1失点関東と高騰するが援護がなく、敗戦投手。チームは4勝2敗で4年ぶりのワールドチャンピオンに、輝いた。は、開幕から1勝8敗とで足でつまずき、 チームメイトのドン・ドライス・デールに次ぐリーニーの197奪三振を記録したものの8勝を13敗、リーグワースト3位タイの1 0支給と、請球難は相変わらずだった。は、大学への復学を考えていたが、スプリングトレーニングの際に、保守のノーム・シェリーから、なあ、今日は楽に投げてみないか。早い球で押しまくるんじゃなくて、カーブや、 チェンジアップを増やしたりしてさというアドバイスを受け、それをきっかけに、請求難を克服し大きく成長する。同年は、自身初のオールスターゲームに選出されるなど18勝13敗、防御率3.52269奪三振を記録し、クリスティマ・シューソンがにマークした267奪三振のリーグ記録、20世紀以降を更新して、多奪三振を獲得。 投手有利とされる新球場ドジャースタジアムが会場した日記に開花する。4月24日のシカゴカブス戦で2度目の18奪三振。6月30日のニューヨークメッツ戦で自身初のノーヒッターを達成するなど前半戦で13勝4敗。防御率2.15 202奪三振を記録。その後故障で離脱するが9月に復帰。チームはジャイアンツと 熾烈な優勝争いを演じ、残り7試合の時点で4ゲーム差をつけるが、その後1勝6敗と失速して、同率で並ばれ、3試合制のプレーオフにも連れ込む。初戦の先発を任されるが、ウィリー・メイズに本塁打を浴びるなど2回途中3失点で降板し、敗戦投手。結局1勝2敗で敗れて、リーグ優勝を逃した。同年は14勝7敗。 防御率2.54216奪三振の成績で最優秀防御率のタイトルを獲得した。5月11日の宿敵ジャイアンツ戦で自身2度目のノーヒットノーランを達成。フアンマリシャルと並んでリーグトップの25勝5敗、防御率1.88、自身のリーグ記録を更新する306奪三振、リーグトップの11完封を記録し、最多勝ち。 最優秀防御率、最多奪三振の投手三冠を達成し、チームのリーグ優勝の原動力となる。ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは、第一戦に先発し、当時のシリーズ記録を更新する15奪三振でに、失点完投勝利。第四戦でも無四球1失点完投勝利を挙げ、4連勝で4年ぶりのワールドチャンピオンとなり、シリーズ MVP を獲得。オフに、サイヤング賞、 MVP をダブル受賞した。のシーズン前に、ドライスレールと共に大幅な年俸像をオーナーのウォルター・オーマギーに要求し、初の代理人交渉を行う。5月31日から11連勝を記録し、6月4日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で3年連続となるノーヒッターを達成。肘の故障で8月16日の登板を最後に、 故障者リスト入りするものの、19勝5敗、防御率1.74223奪三振、リーグトップの7完封を記録し、3年連続で最優秀防御率のタイトルを獲得した。は5月30日から再び11連勝。9月9日のシカゴカブス戦で14三振を奪って完全試合を達成し、史上初の4年連続ノーヒッターを達成。 26勝8敗、防御率2.04、2、ルーブ・ワッテルが記録した、当時のメジャー記録349を更新する382、脱三振、共にリーグトップの335.2インニング27関東を記録し、2度目の投手3冠を達成。チームも、ジャイアンツとの熾烈な優勝争いを制しリーグ優勝。ミネソタツインズとのワールドシリーズでは、 第一戦の10月6日が、ユダヤ教最大の祭日である、ヨムキプルとなったため先発を拒否し、ユダヤ人コミュニティから称賛を浴びる。代わりに、ドライスレールが先発するがノックアウト。第二戦に先発するが中盤に打ち込まれて、敗戦投手となる。第五戦では4アンダ10奪三振完封勝利。シリーズは、第七戦にもつれ込み、ローテーション通りならば、先発は、 ドライスレールの順番だったが、ウォルター・オルストン監督はコーファックスを中2日でバンドに送る。見事に期待に応えて3アンダ10奪三振で、完封、2年ぶりのワールドチャンピオンをもたらし2度目のシリーズ MVP を獲得した。オフに2度目のサイアング賞を受賞し、MVP の投票でも2位に入った。は、前半戦で8連勝を記録するなど15勝4敗。 防御率1.60の成績で6年連続の選出となったオールスターゲームでは先発投手を務めた27勝9敗防御率1.73317奪三振いずれもリーグトップの323.0イニング27巻と5巻封を記録し2年連続の投手3冠を達成リーグ連覇に貢献するボルチモアオリオールズとのワールドシリーズでは 前年に続き、第2戦に先発するが、6回4失点、自責点1で、後番、打線もジムパーバーに完封され、敗戦投手。チームは、第3戦、第4戦も、完封負けで4連敗と一周され、敗退した。シリーズ終了後の11月18日、当板方による、左肘の故障を理由に30歳の若さで突如、引退を発表する。引退の理由を、 お金よりも大事なものがある、野球をやめた後も続く長い人生を健康な体で送りたいと語った。2、史上最年少の36歳で野球伝道入りを果たす。同年6月4日に、背番号32がロイ・キャンパネラの39、ジャッキー・ロビンソンの42と共に、ドジャース初の永久欠番に指定された。 引退後の5年間は NBC で解説者を務め、その後現在までドジャースの特別アドバイザーとして、更新の指導を行っている。毎年ドジャースのスプリングトレーニングを訪れ、過去に日本人選手で在籍した、野茂秀夫や石井和久を指導したこともある。2019年現在も健在ではあるが、メディアへの露出を極端に嫌い、彼の電気エレフティ、S レガシーが、 ユダヤ系アメリカ人ライターのジェーン・リービーによって書かれた時も本人は取材を拒否している。なおこの電気は彼の友人、知人が本人の許可のもと著者のインタビューに応じて関されたものである。1月22日にドジャースのスペシャルアドバイザーに就任し、スプリングトレーニングでドジャースの投手たちにアドバイスを送ったほか、4月1日にはドジャースタジアムで支給式に 招待されていい。足を高く上げるオーバースローからのフォーシーム、カーブを武器とした。1963年のワールドシリーズで敗れたヤンキースの主砲ミッキーマントルは、人々が彼について言っていたのが本当だったことが分かった。速球は胸元で浮き上がるし、カーブは見えなくなるほど落ちると語り、ヨギベラは、なぜあの男が25勝できたのかは理解できた。 理解できないのはなぜ誤敗もしたのかだと評した。他にも当時のピッツバーグパイレーツの手法、ウィリー・スタージェルも、コーハックスの球を打つのはコーヒーを、フォークですくって、陰陽なものだと攻略の難しさを語っている。通算投球回数2000回以上の投手が、対象である、投球回数9回に対する通算の、脱産審率が9.0以上の投手4人のうちの1人で、あり。 投球回数球回に対する通算の脱産審率9.28は、ランディ・ジョンソン、ペドロ・マルティネス、ノーラン・ライアンに次ぐ MLB 史上4位である。当番方から、肘の故障に苦しむようになり、当番前には、痛み止めの注射、当番後には現在では、当たり前となった方、肘のアイシングを行っていた。それでも、医師からは、このまま投げ続ければ、 日常生活にも支障が出るとまで言われたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。